そうでしょう。それが今までと変わらないんですよ。女子プロレスファンの皆さん、ご見解でございますか。今年第1回の放送ということになります、ずらりと勢ぞろいしております。早速ご紹介してまいりましょう。まずデイリースポーツ運動部の阿部正幸記者でございます、今年の阿部さんのですね、女子プロレスどういうふうにご覧になっているのか、その辺をまずお聞きしたいと思います。そうですね、まあ、東京ドームでのね、こう一大イベントが終わりまして、いよいよ今年こう群雄割拠の時代に入ったんではないかと。群雄割拠、誰がね真のこうエースになるか、この辺に注目していきたいと思います。なるほど、戦国時代を期待していると、こういうわけですね、はい、さあその戦国時代にね飛び込んでいこうという。じゃがいもさん、よろしくお願いします。解説と同時に、はい、今年はちょっと現役で暴れまってもらわなきゃいけない、ね、そうですね、どこまで続くか頑張ります。どういうレスリングをしたいですか。そうですね、基本は私自身がやることですから、変わらないとは思うんですけれど、まあ、体力はなくなってきてますから、まあ、鍛えてもどこまでね、戻せるかっていうところなんですけれど、とりあえずこう長く新人見てて、自分なりにその時に養われたものもありますから、そういったものを出してね、こう新しい風でも入れられたらいいなと思ってますけれど、はい、50、60、70まで頑張ってくださいよ。そうですね、杖つきながら大きな声で終わりませんよね。いやいや、ね、フジテレビの三宅長坂亮アナウンサーでございます。よろしくお願いします。今年のね、2人の一押し、これを聞きたいな。こちらをご覧ください。何、ね、今年の新しいタンプレットでございます。ほうほうほう、ね、表紙に長谷川早紀江、やっぱり去年もブリザード雪、これね仮面も出てますけど、ブリザード雪とかいろいろ活躍ありましたけれども、まだ物足りない。なるほど、ね、彼女ならもっとね、羽ばたくことができるんじゃないか、赤いベルトが狙えるぐらいまでなってほしいということで、願いを込めまして、あ、そうか、ぜひ頑張ってもらいたい。パンフレットの表紙になったんで長谷川と、一応そういうあんまり考えない、あんまり説得力ないです。単純だね、ちょうど持ち出してますから、ね、2000円で一応買い売ってます。はい、長坂君、私はですね、負けるな、2人の大スターですよ。ジャガー横田、ライオネス佐々木、もう弱たり上手くなったから、うまいな、弱たり上手くなった、絶対活躍しますよ。はあ、これはもう見ものですからね。そういうとこばっかり上手くなってますね。言い方で言うとこれは大穴だね。そんなことが分かりますよ。そんなに朝くん頑張るからね、私、ね、これはあんこんたまに頑張る。横田、今日は三宅先輩、もういきなりですね、スリナルへのタッグチャンピオン選手権じゃないかと思いますけどね、高校京子の2回目の防衛戦ですか。そうそうそう、チャレンジャーですね。トヨタと、トヨタと長谷川佐紀江、一押しなんです。長谷川佐紀江、まあ、私が今日喋っていいですか。え、もう60分3本勝負ね、長くなるから、これはもう君しかないよろしく一つお願いいたします。ということで、一つ新年第1回の放送頑張っていこうね。はい、車に新しい生命を与える。日赤新オイルシリーズゾア誕生。オイルはゾア、交換は日赤で。日赤、クボタハウスの展示場では全国一斉ビッグフェア好評開催中。住まいの夢が膨らみます。初夢住まいづくりビッグフェア、お近くのクボタハウス展示場へ。フジテレビ主催ターミナルベロシティ試写会のお知らせです。時速270キロの超大型サスペンスがついに日本に上陸。この映画の試写会にペアで150組様をご招待します。ご希望の方はフジテレビまで。
スのクリッパーはサクサク感が。ん？クリッパー。やべ。クリッパー。クリッパー。クリッパー。ヒゲシ。アジ。ふっくら三角新食感。あ、吸ってた。ラビエ、それは21世紀のおもてなし。広がる喜びの心。人生、おいしく、面白く。伊東温泉ホテルラビエ川寮。私シングルマッチ30分一本勝負を行います。はじめ青コーナーより伊藤薫選手の入場です。後楽園ホールは新春早々大変面白いカードが組まれました。アジャ本人に対しまして伊藤薫というカードであります。今ピーターファン伊藤薫例によって元気よくリング上に登場してまいりました。今日は早めのリング登場となります。アジャコングです。そして赤コーナーにアジャコング選手の入場です。なんと先制攻撃を仕掛けました伊藤薫であります。なるほど、こういった先制攻撃なくして今日は伊藤薫にちょっと勝ち目はありません。手段を選んでおりません伊藤薫であります。真央さん、こういった伊藤薫のね、やはり挑戦というのを期待したかったですよね、うん、やる気をね、前に前に行くね、はい、気持ちが期待したですよね。今コングが鳴りました。ちょっと遅れて悠然と登場しようといたしましたアジャコングに対しまして先制攻撃、これは当然のことであります。しかしアジャを怒らせてしまった、そんな感じもあります。今改めてレフェリーの紹介もありました。さあアジャ、怒りを抑えるようにいたしまして今入場いたしました。さあこれから伊藤薫そしてアジャコングの対戦であります。かつてはそういえばジャングルジャックでしたね。そうなんですね、指定関係ですからね、その後ジャングルジャック解散いたしまして今ピーターファンとなっておりますが、しかしかつてのお師匠さんがいて、しかも奇襲攻撃先制攻撃を浴びせてしまいました伊藤薫であります。これはただじゃすいません。さあ場外に追っていった、やはりアジアの投手に火をつけてしまいました伊藤薫の先制攻撃でした。いや今度はイースコーに今日も行きって情け容赦ありません。いや迫力十分であります。そして今度は鉄柵を突き出しました。これは危ない。さあなんとか一刻も早くリング上に帰ってもらいたいところでありますが、依然としてご覧のように場外乱闘がついております。なんかパルドラだかなんかやりましたかね。そうです、鉄のスチール製のドアのね、あの上で、いやこれはひどい。さあやはり先制攻撃裏目に出ました。2倍3倍10倍になって帰ってまいりました伊藤薫の先制攻撃であります。塩野さん、はいはい、去年の10月にこのシングル戦あったんですけれどもね、その時にアジアの圧勝だったんですよ。でその借りをこう少しでも返そうということで伊藤が最初に仕掛けたんですけどもね、はいはい、逆にこれもう完全に切れちゃいましたね。しかしね、正々堂々まともからぶつかったってね、ちょっと勝ち目はないわけですから、当然伊藤薫としては奇襲攻撃考えられたわけでありますが、それがもう2倍3倍10倍になって帰っておりますリング上であります。さあ屋敷のペイのドライバー、本当にもう直角に落ちてますね。参りますね、これ3連発ですよ。やった屋敷のパイプドライバー3連発であります。もうおそらく意識が朦朧としているに違いありません。さあ伊藤薫なんと今日は4連発を食うのか、4連発であります。そしてこのままホールマッチか、これじゃ止まりません。カウントは2であります。今だって生かされたっていう感じじゃないですか。
やっとって感じですけどね。まあ、とどめは一度ってさせるとそういう感じのジャコングであります。しかしジャガー、 V トップウーマンではね、北斗晶のとどめを刺すことができなかったアジャコングですよね。そうですね、ですから果たして今年どういった試合をしようとアジャコング胸中に秘めているんでしょうか。そうですね、本当に胸の内はいろんなものを考えているでしょうね。複雑でしょうね。そうですね、あの東京ドームで、まあ、勝ったあの北斗晶がしかしどうして私に行動をさせなかったのと、そういった感じでなんか恨めしそうにアジャを睨んでましたもんね。そうですね、はい、ただ塩野さん、はい、去年の話をね、僕も控え室でしたんですけれども、去年のことは全て忘れました、はいはい、もう話さないでください、きっぱり言われました。あ、そうでしょうね、まあ、新しい出発、これがなくてはまた95年のアジャコングはないわけであります。しかし新年早々今日は伊藤薫との対決、アジャにとっては楽な相手とこういう感じもあるんですけども、しかし伊藤薫の先制攻撃、これを食いました。したがっても闘志に完全に火がついてしまいまして、本当はもう少し受けるレスリングをやるのかなと思ったんですけども、徹底的に攻めてましたんだね。これがやはり格闘技者なんでしょう。完全にアジャコングの闘志に火をつけてしまいました伊藤薫であります。いつもとちょっと違いますね、ジャガー。そうですね、攻撃、まあ、いつもやられててもなんかわざとやられてるように感じるんですけれど ね、今日は今年からちょっと入れ替えたんじゃないでしょうかね。今日は何もありませんね。まあ、今日はあの放送席にはですね、ジャガーとそれからアスカ2人に座ってもらってるんですけども、むしろあの解説者というよりも今2人はまた現役へね、本当に闘志を燃やしているわけであります。あ、そのアスカはいませんね、ごめんなさい。今あの宮君を見てアスカと間違えちゃった。なんとなく似てきましたね。似てますからね体の体型とかね、はい、ごめんなさい。一番驚いたのは三宅君であります。失礼しました。さあ、アジャのこれスリーパーですか、決まってますか。ですね、フェースロックですね。あ、そうですか、なるほど。ちょうど大きな背中が放送席の方に見えております。アジャコングなんとか右足を伸ばしてロープに逃れました。どこにもキック一発だってどうしようもありません。迫力が違います。背中に一発、そして太ももの当たりに一発。伊藤薫は1971年10月の20日生まれであります。デビューが89年の10月8日。まあ、伊藤薫っていう人もあのジャガーね、考えてみるとプロテスト、同期9人の対決でとにかくオール一本勝ち。そうですね、大変な強さでしたよね、この人のデビューは。運を抜いてましたね。そしてまあ期待通りここまで来たと、こういうふうに見ていいわけでしょ。そうですね、はい、もう何がでも何か一つ足りないんですけど、それは何ですか。何なのかと考えた時に、はい、それが難しいんですよ。私もアドバイスするのに何を言っても何を考えてもうまくできてますから。なるほど、体力もありますし、しかもあのダブルフットスタンプとかね。そうですね、自分の色も出てますし、ユニークな技を開発しましたしね。そうですね、何なんでしょうね。このあたりはあの安倍さんにもぜひお聞きしたいと思いますが、安倍さんはどう思ってますか、伊藤薫に対しては。そうですね、下になりますしね、技もそこそこ切れますしね、はい、っていうのを考えるとね、あと何が足りないのかっていうのがね、本当に僕ももう一つピンとこないんですけどね。塩野さん、はい、あのそのきっかけになるかもしれないんですけれども、今年年女なんですよ。ほうほう。でそれで今年は年女なんで頑張りますなんていう話も ね、してましたんで、何か一つきっかけね、はい、なればいいんじゃないかなと思ってますけど。年ですか、はい、なるほどね。しかしとにかくあのスタートではですね、ちょっと猛進といいますか威勢のいい攻撃を見せました伊藤薫でありますが、これが完全に裏面出ております。とにかくガッツといいますか、その威勢の良さというのは、これはあのジャガー持ってるわけでしょ。そうですね、ガッツありますよね。本当の気の強さ弱さっていう意味ではどうなんですか。うちに秘めてるんじゃないかなと思って、あらわには顔に出ないっていうんですか、ポーカーフェイスで顔の表情が出ないんで、地味めに見えちゃうんですよね。なるほど、意外とやられててもそんなにきつい顔しないし、はいはい、やってても怒った顔っていうのもそれほど極端に現れないっていうか、まあ、これを顔の作りかもしれないんですけど。なるほどね、まあそう言いますと今年は年女とこういうことになるわけでありまして、本当にあのイノシシに負けないように性のいい一つプロレスを見せてもらいたいと思います。
うん、今日はアジャコングとしてはもういつでも料理できるんだと、カウント3は取れるんだ、そういった気持ちで戦っているに違いありません。問題は伊藤薫がどこまでこのアジャコングを困らせるか、窮地に追い込むか、この辺りでありますが、完全にゴングが鳴る前に先制攻撃を見せましたが、その時だけでしたね、ここまではね。容赦ない攻撃ですね、アジャ。今日のアジャはね、やはり頭で買っときましたよ。そうですね、まだ5分足らずなのに汗びっちょりですよ、はい、力いっぱいやってますよ、ね、完全に怒らせてしまいました。先制攻撃裏面出ました。今んだって体重をピチッと落としてね、ほとんどもう完璧じゃないですか、動けませんよね。動けないですね、はい、あんな重たい人が乗ったら、ね、1センチぐらいも動けないという感じで、あ、今やってなんとかロープの方に、ロープレークに逃れようとしておりますが、どうなんでしょうか。簡単には許してくれませんよ、アジャは。はい、アジャ楽しんでます。アジャ完全に楽しんでおります。またファンも湧いています。これがアジャコング。今年のアジャコングに対しては、まあ、いろんな期待があると思います。主力はバリ島に行きましてね、暑い南の国でやはりファンを喜ばせる試合をやったんですけども、この大東遠征にはアジャ参加しておりませんでした。聞いてみますとアジャはロスアンゼルスに行ってたんですね。そうですね、そして対戦している伊藤薫もね、ニューヨークに行ったらしいですよ。そう言ってましたね。で山崎いつきなんかいたじゃないですか、はい、ミサイルキックの山崎いつきはもう結婚してニューヨークにいるんですけども、会ってきたみたいですね、ですからシーズンオフを取ってみてもちょっと短い正月休みなんですけども、全日本女子プロレスも今やまさに選手たちは国際的な動きを見せていると、そういった感じがひしひしといたしました。さあようやく反撃に転じました。しかし何といっても体の大きさが違います。ですからあとはこういったグランド技じゃなくて、やはり空中殺法から一点一瞬の隙を突くと、そういった感じじゃないとなかなかアジャも料理できないんじゃないですか。寝技をやって相手を上にしちゃうと自分も寝ちゃうんでね、やられちゃうんですよ、ね、そのうち、はい、一緒になって寝ちゃう、そんな感じですよね。今まあやっと上になってますけども ね、 そうですね。これでどの程度アジャが答えているかどうか。さあ、今度は腕を取りに行きました。さあ小さな伊藤薫がグランド技で大きなアジャコングを攻めています。どこまで効いているんでしょうか。さあまた体勢が逆転してしまいました。アジャだったらこのまま持ち上げることもできますし、ほらやったほらやったね。ですからやはり力の上では圧倒的な差があります。今日の伊藤薫そしてアジャコングの対戦です。また腕を持った、しかし必要にグランド戦を挑んでおります。今度はアジャ右手を伸ばしてロープに逃れました。伊藤薫そしてアジャコング両者の対決、はい、一応得意技を軽く左の太い腕に舞いました。伊藤薫であります。さあ今度はロープに振る、どうか、この辺りから伊藤薫、これはダメです。これじゃあどうしようもありません。体力差が出ました。まともにいったんじゃちょっと通用しそうにありません。さあ今度は伊藤薫どうするか。あ、これだったらいいでしょう。あ、回転指方にいけません。そのまま今だってカウント3は取れたんじゃないでしょうか。お、これはうまくかわした。おっと、グッドスタンプ。さあ2連発そして3連発、背中から落ちていきました。これじゃあ無理でしょう。うん、これはカウント2であります。余裕を持っているアジャコングであります。さあさらばと今度はトップロープに行くか。トップロープに行ったんですけども、あっとアジャがねすぐにもう中に割って入ってしまいました。このままどうするんでしょうか。後ろに、さあカウントはどうですか。これやはりアジャとしては軽く相手をしてやってるか遊んでやってるか、そのぐらいの気持ちですか今のところ。顔はね新鮮ですけど、まあ、まだまだ余裕が見えますよね。そうでしょうね。これだったらどうすれば勝つんでしょうか。ジャガー、はい、一ついいアドバイスを伊藤薫にお願いしますよ。大きい声で一瞬の隙を狙わないと無理ですよね。ねえ、スピードがありますから、しかしもうフィニッシュを宣告しましたよ。ああ、アジャがフィニッシュを宣告しました。さあ一気に右から飛んだボディープレス行った。これはどうか、なんとか返してもらいたい。返せ、返しました。これは返しました伊藤薫。さあさらばと
改めてフィニッシュ宣告。さあトップロープに上がるアジャコンド、大の字になっている伊藤薫、今度はどうか、一気に飛んでうまく逃れた。さあ一瞬の隙をついてウィシュンジャーマンに行ったぞ。カウント2つから3つはやはり取れませんでした。しかしこういった差、攻めであります。おお、スライディングキックを見せました。アジャコング場外に倒れた。そして伊藤薫が行く。どうですか、こちらからは見えませんでした。フットスタンプが突き刺さりました。突き刺さった、はい、お胸板のあたりです。なるほど。さあここはもうあの一呼吸入れさせちゃいけません。伊藤薫としてはなんとかアジャにとどめを刺したいところであります。絶好のチャンスを迎えた。フットスタンプいった。これは胸元であります。そして上からホームの体勢でカウントが入ります。カウントはカウントは2でした。笹崎力が入ったカウント、しかしこれは2。ここまでか、これが限界か。伊藤薫、さあなんとかアジャからカウント3を取りたい。さあマット今肘打ちが入った。今度は裏剣に行った。この辺りは十分に警戒しておりました。いやどうしたんでしょうか。おアジャどうした、裏剣一発入りました。裏剣一発入りました。喧嘩の宝刀炸裂さ、もう早くも顔面真っ青、顔面真っ青で、あっと刺した。さあこれでもう決まるか、これで決まるか。ああ長身から面倒なことばかりに決めてしまいました。それに出しましても伊藤なんとか先制も功を奏したかに見えました。やはりまだまだアジャコングの敵ではないと、そういった感じでしょうか。悠然と今伸びている伊藤薫を見下ろしましてにっこりしております。アジャコング、今年もアジャコングはやはり強いようです。アジャコング選手がこちらに来てくれました。どうもおめでとうございます。95年白星スタートになりましたけれども、今年はいい年にしたいですね。そうですね、去年が黒星スタートだったんで、ぜひ今年はってね、まあ、今年もシングルで年始めだったんで、今年はつむずかないようにと思って、はい、よかったですね。去年はね、もう本当に忘れたいっていうような話もありましたんで、私の記憶の中にもう去年のことはありませんから、もうこれで弾みついてどんどん行くでしょう。はい、95年も頑張ってください、はい、おめでとうございました。サントリーホップス生180円で新発売。ビッカメラコーナースタイルから安く買うだけ損だ。シニーラジカセがズバリ 15,800 円、安いビデオデッキがなんと 28,800 円、コンパクトカメラが 2,980 円、それなら電子機長が 8,800 円、ランガー安い。レッスン1、怖くてちびれそうということがあるんですか先生。 I'm gonna wet my pants。一人一人にぴったりです。イオン、いいんじゃない。パスタ、ソース、そしてパスタ、めくるめく味へのいざない、何時の名はラザニア。あ、できた。パスタとソースが決めて、いざ、あく、ラザニアはハウスディッシュアップ。ラビエ、それは21世紀のおもてなし、広がる喜びの心、人生おいしく面白く、伊東温泉ホテルラビエ川寮。まずは昨年12月10日のタッグリーグザベスト94最終戦、優勝を争う上位チームの激突は、まず勝ち点8の井上京子、長谷川早紀江組が勝ち点9の堀田由美子、山田敏夫組を破り勝ち点10、そして勝ち点8の豊田真奈美、井上貴子組がトップに立っていた勝ち点10のアジャコング、レジーベネット組を破り同じく勝ち点10でトップに並んだ。
この結果、井上京子、長谷川組、アジャレジー組、豊田井上貴子組による史上初の巴戦で優勝を争うこととなった。じゃあ、勝っちゃいいんだろ、連勝すりゃいいんだろ。よし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 、そのまま続けてやるやるやる。お前らにハンデくれてやるわ。京子と長谷川出たことになる。優勝決定巴戦第1戦はアジャレジー組対井上京子長谷川組となり、アジャの必殺裏剣が爆発してまず1勝。この後連勝すれば優勝決定となるが、そこに立ちはだかったのはダークホースの豊田井上貴子組。巨体をなんとトヨタが雪崩式飛びつき後方回転エビ固めで丸め込み、ピンホールを奪った。巴戦第3試合はそのトヨタ井上貴子組と再び登場の井上京子長谷川組が激突。今度はトヨタ井上貴子組がこの試合に勝てば優勝となる。井上京子とトヨタの執念が激しく火花を散らし、力のこもった技と技の攻防が繰り広げられたが、最後はトヨタの初公開雪崩式ジャパニーズオーシャンサイクロンが飛び出し、この試合を見事制した。トヨタ真奈美、まさに大車輪の活躍で94のタッグリーグ戦はこの2人の優勝で幕を閉じた。94年の激闘を終え、この日毎年恒例の全日本女子プロレス大賞受賞式が目黒雅叙園で行われた。華やかにドレスアップした選手や関係者が大勢詰めかける中、1年間を通じて活躍した選手に贈られる女子プロレス大賞が発表された。今年目立った活躍を見せました新人に与えられます新人賞でございます。新人賞は JWP の八木ひろみ、得意の柔道殺法と息のいいファイトで注目を集めた。今年本当駆け足できてしまったんで、来年はちょっと家中を狙っていきたいと思います。そうです。技能賞は豊田真奈美、天性のバネを生かしたスープレックスや空中殺法など誰にも真似のできない技の数々はファンを大いに驚かせた。技能賞もらったことですし、もう技も失敗しないようにして、来年はもうとにかく赤いベルトを目指して頑張りたいと思います。関東賞は FMW のコンバット豊田、 FMW 女子を1年間引っ張りドームでの V トップウーマンで底力を発揮した。全日本女子に入りまして、ここで育ててもらいまして、結局挫折して FMW にもう一度入って、でもここに入ったことを忘れないで、ここで教えてもらったことを忘れないで FMW でもっともっと頑張っていきたいと思います。殊勲賞は長谷川早紀江、平成元年組の一番星としてジャパングランプリなどで先輩たちを次々と打ち破る殊勲の星を挙げた。出ようと思ったら名前を言って、みたいな。やっぱりつまみ食いが多かったんで、来年は一つでもいいから極めたいと思います。初めてですか賞？初めてです。特別賞は井上貴子、 3WA 世界タッグダッシュタッグリーグ戦優勝、そしてアイドルとしても写真集を出すなど話題を集めた。今年前半がお正月ボケが長かったんで、半年ぐらいずっと寝てましたんで、ちょっとまさかと思って信じられません。はい、ベストタッグ賞は三田悦子、下田美馬組、 JWP タッグと UWA タッグのベルトを奪取し、1年間を通じて固い結束と連携を見せて強さを発揮し王座を守り抜いた。嬉しい、なんかすごい美馬と取れたから余計にすごい一生懸命新人タッグは2人でね、いろいろ話し合って頑張ってきたから、美馬だからこそもすごい嬉しかったかもしれない。えっちゃんと三田選手だからここまで頑張れたと思うし、やっぱり北斗選手がいたからこそ私たちはここまで来れたんだと思うし、すごい本当に嬉しいです。ベストタッグバウト賞は8月24日日本武道館で行われた北斗晶アジャコング組対ダイナマイト関西堀田由美子組。ライバルタッグ同士の激突は予想以上にヒートアップし、アジャの KO 負け、北斗の敗退など意外な結果を残し、
武道館の超満員のファンに大きなインパクトを与えた。ベストバウト卓部門の賞ですが、あの試合は本当に堀田選手がパートナーだったからこそ勝利をもぎ取れたと思ってるんで、堀田選手に感謝してます。いや私はもういやもうね、関西選手が、ね、2人ホール取ってくれたおかげで、私はやっぱりこれもらう資格はないのかなと思うんですけど、はい、そうですね、あの試合は本当にアジャコング選手が頑張ってくれなかったんで負けたと思います。はい、ということだそうですけれども、アジャコング選手どうでしょう。もうその通りなんで、非常にもらって複雑な心境ですよね。これを私何もしてませんから、あの試合は。ベストシングルバウト賞は7月14日東京体育館でのブル中野対神取忍、両者の意地と意地がぶつかり合ったこの壮絶な一戦はデスマッチを超えた名勝負となった。 MVP は北斗晶選手に贈ります。そして94年度 MVP に輝いたのは北斗晶。94年はデンジャラスクイーンファイナルカウントダウンとして国内3試合のみの出場であったが、その全てでメインを張り、ドームでの V トップウーマンで優勝。その存在感とカリスマ性は女子プロレス界のみでなく広くプロレス界に知れ渡り、堂々の2年連続 MVP 受賞となった。なんかまた塩らしいですけど、自分がもらっちゃっていいのかなという感じがしますね。来年の北斗晶にも期待をするファンが非常に多くなっています。北斗晶を生かすのも殺すのも北斗晶しかできないと思うから、本当にそれを考える時間を欲しいと思います。本当におめでとうございました。こうして94年度の全日本女子プロレス大賞受賞者が決定した。今年もより以上の活躍を期待するとともに、新しい選手の台頭が大いに望まれます。全日本女子プロレス選手一行は12月16日ガルーダインドネシア航空でバリ島ツアーに出発した。このツアーは前女のアジア進出の一環として行われるものである。これから5日間バリ島での初めての試合やファンの集いが予定されている。みんな初めてのバリ島行きで気持ちが高まっているようだ。フライトの途中で京子と高子はコックピットに招かれ、パイロットの気分を味わった。心臓痛いもんね。大丈夫だよ。怖いよ。これ、この顔見たことない。ダサダサだな、このでっかい体して。やはり選手のみんなが楽しみなのは機内食。寝ていた選手も思わず起き出し大はしゃぎ。そしてこのガルーダインドネシア航空ならではのサービスはインフライトイミグレーション、つまり機内入国審査。これは入国審査官が乗り込んでいて機内で入国審査を完了するので、旅行者には嬉しいサービスですね。いよいよ美しき神々の庭バリ島に到着。日本の初夏のような気候です。今回選手たちが泊まったのは静かなサヌールビーチに面した高級リゾートホテル、バリハイアットホテル。リニューアルオープンしたばかりで選手たちは快適な日々を過ごしました。
そしてバリハイアットホテル内に現地の記者を招いてバリ島進出に関する記者会見も開かれた。試合では現地の空手選手が登場し、前川と格闘技戦を繰り広げた。みんないつも通りの前女スタイルのファイトをバリ島の人たちの前で思う存分に披露し、その激しさを印象付けた。バリ島での試合の目玉はレイナ・フブキの登場である。日本では見られないフブキのファイトにツアーに参加したファンも大喜びだった。翌日はお待ちかねゲーム大会。バリ島伝統のケチャクダンスも披露された。思わず踊り出すアダモこと井上京子。山田によるオリンピックさながらの聖火点火も行われ、気分も高まるばかり。そして華々しくゲーム開始。選手にとってバリでの思い出の一日となったことでしょう。そして選手たちがお楽しみショッピングタイムを過ごしたのはショッピングセンタープラザバリ。ここは民芸品からブランド物まで品揃え豊かで有名なところである。私大きいの好きだからな。 T シャツ的なとこに行くの？地面税店しか見てないから。なんでしょうかこの2人は。京子と渡辺すっかりバリに溶け込んでいるようですね。バリ島最後の夜は前女ならではのディナーショーで大いに盛り上がった。ということでバリ島進出は大成功のうちに終わった。12月23日、前女ハッピーバトルクリスマス。この日はファンの集い的要素を盛り込んだクリスマス特別興行。試合の前には前女20代ニュースの発表やブリザードユキのトークショーが開かれた。それがだんだん消えてったらね、クリスマスになって、いくら1000円から。また選手秘蔵の品を持ち寄ったチャリティーオークションも行われ、ファンにとってはまたとないクリスマスプレゼントになった。3万いこうか。3万いこう。再来て。はい、3万円。この日のメインでは渡辺の欠場により63年組3人と元年組2人の変則ハンディキャップマッチが行われた。1本目は井上京子が先輩の貫禄を見せ、強烈なラリアットで先制フォールを奪った。
2本目に入っても勢い衰えぬ63年組だが、元年組も連携を駆使して反撃。長谷川が襟固めで1本取り返し、変則ルールにより勝利を収めた。こうして94年の全ての試合を終え、すでに95年の新しい戦いは幕を開けている。その主役の座を奪うのは果たして誰か。応援をよろしくお願いいたします。幸せを呼ぶ秋月のお雛様、新作平安絵巻日が、新しい時代の雅の心、秋月だけのオリジナル。お求めはお近くの秋月へ直接どうぞ。いろいろあるけど、その方法でいいのかな。アート姉ちゃんなら抜け毛不毛かゆみみんなまとめて1ヶ月無料で面倒見るって言ってたな。育毛無料体験実施中、お電話ください。ハウスのクリッパーはサクサク感が。ん？クリッパー！やめ！クリッパー！クリッパー！クリッパー！ヒガシ！アギ！ふっくら三角新食感。あ、薄っぺた！フジテレビ主催ターミナルベロシティ試写会のお知らせです。時速270キロの超大型サスペンスがついに日本に上陸。この映画の試写会にペアで150組様をご招待します。ご希望の方はフジテレビまで。K-1 グランプリ95、3月3日日本武道館で開幕。格闘技世界最強の座を目指す16選手がベスト8の座をかけて激突。開幕戦を見ずして K-1 を語るなかれ。新春の後楽園ホール、口明けのタイトルマッチの時を迎えました。 3WA 世界タッグ選手権試合、60分の3本勝負であります。初めに青コーナーより挑戦者チーム、トヨタ学び長谷川早紀組の入場です。新春のこの全日本女子プロレス、一番最初の大会のメインを張る4人がこれから続々と登場してまいります。時代を担う4人です。まずは青コーナーチャレンジャーチーム、長谷川早紀、そして豊田真奈美。今青コーナーのリング上です。井上翔と井上貴子、10月9日川崎体育館で山田豊田組を破って王座を奪取。堀田みなみを下して初防衛を飾りましたが、今年最初の試合が2回目の防衛戦ということになります。チャンピオンチーム早くもリングに登場いたしました。満員の後楽園ホール、ファンからの大きな歓声を浴びています。両チームレフリーに井上京子、井上貴子、そして豊田真奈美、長谷川早紀へ。新春のメインイベントのマット、この4人が締めております。フジテレビからの花束を受け取りました4選手。続きまして選手権チームよりチャンピオンベルトの返還でございます。そして2回目の防衛戦を迎えますチャンピオンチーム、井上京子、井上貴子、この2人から今
チャンピオンベルトがコミッショナーにまずは返還されます。さあこの2つのベルトがチャレンジャーチームに、そして満場の後楽園ホールのファンに掲げられました。さあその入れたちも逃げ逃げし、本日の名イベント、今井リングアナウンサー、4選手の紹介であります。60分3本勝負を行います。アコーラ挑戦者チーム160パウンス、長谷川咲。今年の私の一押しです、長谷川咲。同じく150パウンス、トヨタマナー。今年の目標は赤いベルトというトヨタマナミ。赤コーナー選手権チーム155パウンス、井上隆。今年は焦らずに大人のプロレスに向かって一歩ずつ頑張るという井上隆子。同じく175パウンス、井上京子。タッグのベルトだけではありません、トヨタマナミの IWA オールパシフィックのベルトも狙っています、井上京子。さあリング上が大変なこのテープで埋め尽くされてしまいました。いやーこの後楽園ホール大変な盛り上がりを見せています。メインイベント 3WA 世界タッグ選手権試合の時を迎えました。さあ阿部さん、はい、まさにこれからを背負って立たなければいけない4選手が、まあ、これはタッグ戦でありますけれども、それぞれの何か個性をねこうきらめかせるようなそんな試合になってほしいと願っているんですが、うん、その通りですね、いやもう時代を背負うという担うというよりもね、時代を作らなきゃいけない選手ですからね、自分たちがこれから切り開いていかなきゃいけないように、はい、もう自分の時代をね誰が作るかですからね、なるほど、今年は、はい、もちろんこれは2対2のタッグ戦でありますが、一人一人の個性のぶつかり合い。早くもリング上では火花が散っております。阿部さんはこの井上京子、井上貴子組対豊田真奈美、長谷川咲江組、この両チームの戦い、どんな風にご覧になってますか。うーん、難しい試合になりますよね、まあ、タッグとしてはね、ダブル井上の方がね、はい、コンビネーション的にはいいと思いますけどね、早くもタッチワークを見せてますがね、まあ、豊田長谷川もね、お互いにこう切れる技を持ってますからね、はいはいはい、タッグチームとしてはお互いにやりやすいんじゃないかと思うんですよ。あ、なるほどね、まあ、トヨタに聞きますと、テレビ中継の際ではあんまりこの2人のコンビというのはないですけどもね、よく、テレビ中継でない時の、試合ではですね組んでいるそうで、意外に噛み合うというふうにトヨタマナミは言っていましたが、さて果たしてこのテレビ中継でのトヨタ長谷川コンビのこのコンビネーションはどうでありましょうか。早くも何か井上貴子らしさを出しております。これが2回目の防衛戦ですが、ジャガーさんどうですか、この 3WA のタッグチャンピオンとしての井上京子、井上貴子というのはどう見てますか。そうですね、なんていうんですか、コンビネーションっていうのはしっかりしてきたとは思うんですが、普段もねよく組むことが多いと思うんでね、ただなんかまだチャンピオンとしての自信っていうものがまだ感じられないなっていう気がするんですよ。それにはまあやっぱ防衛を重ねないとね、ベルトはヒットしないですから。まだまだね、2回ですからね防衛ね。ジャガーさん、シングルのベルト何回ぐらい防衛されました。通算で13だと思う。失礼いたしました、はい、まだまだやはりそれを考えますと、これが2回目の防衛戦ですから、やっぱり京子高子はもっともっと、まあ、ね、戦績を積んで、もっともっと強い相手と戦って、はい、そしてこのベルトの価値を高めていかなくちゃいけないと、そうですね、ということですか、はい、ベルトは後からフィットさせるものだと思いますからね。あ、なるほどね、最初ブカブカでね、太ってわけじゃないですか、ね、はいはいはい、ベルトの価値に自分の大きさをどんどん合わせていかなくちゃいけないという、はい、そうですね、さあ厳しい言葉が先輩からありましたけれども、まあこの京子高子も今年にかける気持ちというのは阿部さんもちろん持ってるでしょうしね、まあ、先ほど言ったようにね、誰もがチャンスだと思うんですよね、まあ、一応アジャがね、はい、頂点にはいますけどね、はいはい、誰がこう、まあ、取って変わるというか、ね、上に行けるのかというのもね、
みんなチャンスあると思いますよ今は。なるほどね。そういったあの自分の見せ方ね、個性の見せ方一つ一つにもその辺が現れてこなくちゃいけませんが、そういう意味ではこの京子貴子というのは自分たちをこのアピールするというそういうアピール度は満点であります。今年あれでしょうね、大体もうみんなあのカラーというかそういうのが出てきてると思うんですよ、自分のカラーなりね、はいはい、プラスアルファというかね、サムシングニューっていうのを誰が出してくるかじゃないかと思うんですよね。なるほど。この満場のファンがおお、こんなことをするのかというようなびっくりさせるような、そうですね、まあ、そのなるほどね、ファイトスタイルですよね、はい、まあ、そういう意味ではこの長谷川早紀江、私の一押しの選手でありますが、いわゆるあのブリザード雪で一つ殻を破ろうとしたあの長谷川早紀江が今年になってそれをいかに踏襲して、そしてどう殻をぶち破っていくか、この辺も注目されるところでありますが、さあこの新種の試合どうか。さあ長谷川早紀江バックに回り込みながら、そして今度はトヨタマナミにスイッチ、トヨタマナミダイビングヘッド、トヨタマナミのダイビングヘッド、ああ今度は、ああ先ほどのお返しだお返しだ、ああこの辺りは見事であります。貴子出てこいというそういう感じのトヨタマナミであります。さあさあ貴子にもお返しだ、あ今度は下から下から長谷川崎へトヨタのコンビ、これ、ジャガーさんが大喜びしてますけど、えげつない攻撃は、まあ貴子もよくえげつない攻撃ありますからね、いやでもさっきの安倍さんの話じゃないですけど、トヨタもこんなえげつない攻撃あんまりどちらかというとジャガさんねする方じゃないですけどね、内面にはそういうものを持ってると思いますよ、持ってるんですね、みんな持ってますよ、結構女の方が怖いですからね。あーなるほど、ね、いわゆるガチガチのベビーフェイスというね感じのトヨタマナミでありますが、何か結構嬉しそうにトヨタマナミも顔面をグリグリとえぐっておりましたが、さあ完全にお株を奪われた感じの井上貴子、ロープサイドであります。今度はフェイスクラッシャーでありますが、目まぐるしく青コーナーもなかなかこれタッチワーク、阿部さんうまくやってますね、リズム感ありますね、リズム感ありますね、あー DDT、 さあそして今度は思いっきり今度はご覧のように蹴り上げております。そしてパイルドライバー、なかなかその新春からえげつなさを前面に出したというようなそんな感じもありますけれども、さあヘッドロックからそのまま赤コーナーサイドに持っていきました。今度は強固にスイッチであります。両足を取りました。さあこの辺りも相変わらずそのうまさは健在であります井上京子、今年はこの阿部さん、井上京子はこのトヨタマナミからねベルトを取るんだというようなことを言っているようですが、まあ、去年2冠戦で敗れましたからね、そうなんですね、タイトルでね、 IWA とそしてオールパシフィック、かつては巻いていたねベルトですからね、はい、まあ、しかしやっぱりそれでも 3WA を目指してほしいと思いますけどね。あそうですね、にはね、はい、なんと言いましても、北斗晶が完全に戦列を離脱、あるいは東京ドーム大会戻ってくるかもしれないという言葉を残して、あの昨年の東京ドーム、あのベルトを置いて立ち去っていった後ろ姿、非常に寂しいものがありましたけれども、北斗晶がいなくなったとなりますと、アジャコングがこの全日本女子プロレスの頂点にまさに君臨しているわけでありまして、その対抗馬は一体誰かという阿部さんね、その挑戦権を得るのは果たして誰かという、それがこの今年の全般の大きな見どころになるかと思うんですが、その通りですね、まあ、作戦も昨年もそうだったんですけどね、結局強烈な対抗馬というか、まあ、タイトルを奪う選手が出てこれなかったということですね、はい、まあ、それが結局2年連続北斗晶MVP という形に今なったわけですがね、まあ、その通りですね、
トヨタにもこの賞をあげたかったというふうに言っていたのが、あの北斗晶の受賞後の、まあ、話だったんですが、トヨタの波も本当に頑張りましたけれどもね。そうですね、まあ北斗がね受賞が、うわー今の入り方はなんだ、話が途中になってしまいましたけれども、今のあの釣り天井の入り方すごかったですね。そうですね、回りましたからね、相手に柔軟性がないとこれはできない。あ、なるほどね、あ、逆にこれはトヨタマナミにとっては自らのもうやらかしてやらかしてあだになったという形ですね。三宅さん、はい、試合前の控室でね、ダブルイの上ですけども、はい、口の方も滑らかで、滑らかで今日はもう95スペシャルをどんどんと出していくという話してたんですよ。95スペシャルというのは、ね、どこスペシャル95スペシャルとかね、わーとまとめたターンはトヨタ、なるほどね、ちょっとアレンジした技をどんどん出していくような、ね、なるほど、これがオーロラスペシャルをちょっと変えてみたりとか、はい、あーなるほど、あーセカンドロープ、いやーまさにワンダーランドが展開されつつあります、新春の後楽園ホール。いやこれは周りのファンも堪能してますね。さあまた畳んだ畳んだ畳んだ、カウントはどうだ、カウントおっと 2.5、 村山大地、さあよくもやったなという感じの井上貴子の表情でありましたが、さあおっとっと、そこをなんと長谷川早紀江が捕まえた、しかしその後ろからまたさらに捕まえたのが京子、アームホイップ、なだれ式のアームホイップであります、ホールに入る、カウント2で跳ね返していきます。さあ今度はどうでしょう、チャンピオンチームの体勢になるか、うわー出たートップロープ、トップロープであります、さらにニュートラルコーナー最上段、長谷川早紀江がフォローする、ムーンサルト、自爆、ムーンサルトプレスは自爆であります、息もつかせぬ1本目からの展開、あと全く阿部さんこれどう転がっていくか分かりませんね。さあ飛ぶか、さあ新春初飛行か、飛んだトヨタマナミ、今年も後楽園ホールの天井高く舞い上がりました、井上貴子がリング内、さあどうだ、60分3本勝負、1本目いくかクロスアーム、さあさあ井上京子は間に合わない、あーっと体勢が崩れた、今阿部さんチャンスだったですがね、ほとんど決まったと思いましたね、井上京子も間に合ってませんでしたからね、ソバット空振りバックドロップ、ホールドホールドホールド、危ない、あーっと長谷川早紀江つい私は危ないとしてしまいましたが、カウント 2.8 でありました、さあナイアガラドライバーか、ナイアガラドライバーの、あっと長谷川早紀江空振りラリアと空振り、裏投げか、裏投げできないできない、呼んでいる京子、あー危ない、いやこれ1本目からジャガーさんすごいですね、そうですね、完全に後楽園ホールのファンの心を掴んだ4人、さあ飛べエルボー決まったか、あいや今のも決まったかなと思いましたが、さあ合体という大きな声が出ましたが、合体のパイロドライバーいけるか、いけないいけないいけない、さあ長谷川早紀江チャンスを迎えるか、逆に振られた、そうだそうだ、トバット、トバット、一発で決めたか、あーっと右手が上がった、いけたかなという感じでありましたが、さあ、ロープにする、フラフラになっている強子、それでもしかし、本能によけた、ダリアート、いやもうこれは、カウントも。2.5 から 3.0 の間を揺れ動くカウント、さあ行くぞ行くぞ京都、ああ逆に掴んだ、食い止めた食い止めた、裏投げだ裏投げだ、取れないか、
根さん。いや、まあ、長谷川もしかしこれは強くなってますよ。セカンドロープ、セカンドロープ食い止めた、食い止めた、チョークが、チョークが、今のは回転しながらの DDT か、どうだどうだどうだ、決まった。1本目はなんとチャレンジャーチーム、トヨタ長谷川、13分39秒、長谷川先へ仕留めた。3WA 世界タッグ選手権試合、1本目はチャレンジャーチームです。ハッピーバースデーディアクリスティン。 Thank you Mr. Ramos. Did you win today? Of course。さらに安い国際電話、安さで勝ちだよ。いろいろあるけどその方法でいいのかな。アートネイチャーなら抜け毛、ふけ、かゆみみんなまとめて1ヶ月無料で面倒見るって言ってたな。育毛無料体験実施中、お電話ください。出張ですか。いえ、引っ越しです。お任せパックジェット便、高くつくでしょ。それが今までと変わらないんですよ。引っ越しセンター。フジテレビ主催ターミナルベロシティ試写会のお知らせです。時速270キロの超大型サスペンスがついに日本に上陸。この映画の試写会にペアで引っ越し組様をご招待します。ご希望の方はフジテレビまで。 K-1 グランプリ953月3日日本武道館で開幕。格闘技世界最強の座を目指す16選手がベスト8の座をかけて激突。開幕戦を見ずして平和を語る中で、運命の出会い、それは甘く儚い夢。イボンヌの香り、さあ2本目のカウントが鳴りました。もうチャンピオンチームは1本も落とせません。 DDT の返した DDT 連発。三宅さん、はい、でもあの井上京子ですけどもね、先ほどの、裏投げ高角度、はい、側頭部から全て落ちまして ね、 ね、首をかなり痛めました。あ、それでちょっと今抑えてたのかな。はい、あ、なるほど。かなりのダメージ残ってるのがちょっと心配です。あ、そうですか。井上京子がややその首のあたりにダメージを抱えるとするならば、井上貴子、お前が頑張らなくちゃいけない。チャンピオンチームでありますラリアート空振り、おっとキックを一発見っておいてどうする。あっと今のは安倍さん、どっか狙いがあるんですか。腰のあたりですね。そうですね、ソバットに行くタイミングなんですけど、ね、あー DDT ちょっと狂ってるのかもしれません、ね。さあチャンピオンチーム、表情からは余裕の表情全くなくなりました。一本も落とせませんチャンピオンチーム。大攻撃ダブルの DDT、 意地でもという感じで押さえつけた。トヨタ学びが待っていました。さあトヨタが、トヨタが待っている、トヨタが待っている。さあトヨタが行くぞ。ああ、そしてニュートラルコーナーに今分かれた、両サイド分かれた、分かれた、分かれた。さあダーブルで飛んだらダメだ。さあそして今度は、今度は逆に2人、 STF に入る、 STF に入る、キャメルクラッチと STF。 井上京子、井上貴子がチャレンジャーチームを捕まえた。あっとギブアップか、ギブアップか、ギブアップか、どうなんだ、どうなんだ。完全に足を固めた。阿部さんどうですか。クラッチ完全入ってますかね。ちょっとまだ浅いと思いますけどね。トヨタマナミがこういったストレッチ技でギブアップを奪われたことは私の記憶ではプロレスに入って以来1回もないはずです。いやジャガーさん、それだけあの今の足をロックしたキャメルクラッチが効いてたってことですね。そうですね、身動き取りにくいですし、もちろん膝も固まってますからね。固まってますからね。あ、しかしまだ生きているトヨタマナミ、カウント
チャンピオンベルトが今赤から青に半分だけ移動したという感じであります。さあセカンドロープ、トップロープに上がったところ、ああ、早くも取りました。このあたりは井上京子の面目躍如であります。おっと、フォールに入ってカウントは2つ。そして井上貴子にスイッチしていきます。チャンピオンチーム、やや朦朧としている豊田真奈美、ゆっくりと立ち上がったところ、おっとダイビング2位に入ったところか、バックを取った素早い攻撃、ジャバンジャバン、おっと、もう村山大地のフリム今日は大変でありますが、カウントは2つであります。そして長谷川先へラリアートかわした、ラリアートかわした、バックを取った、長谷川先へ。昨年度は全日本女子プロレス大賞の殊勲賞に輝いた長谷川でありますが、それをステップボードに、果たしてこの90をどこまで駆け上がっていくか、そのためには何としても欲しい勲章、カウント、あーっと、カウント2つ。この新春第1弾の大会で長谷川に勲章が果たして入るか、タイトルが果たして移動するんでしょうか。しかしそうはさせじ、井上貴子仁王立ち、ニュートラルコーナーダイビング2位、ダイビング2位から片指固めに入った、なんとか返した、あー、笑顔が戻った、ようやく何か、今の阿部さん笑顔はようやく何かチャンピオンチームのね流れになってきたような感じですもんね。いよいよちょっと感じますよね。さあチャンスを迎えたチャンピオンチーム、もう1回狙いを定めてダイビング2位、取り返しました。チャンピオンチーム狙いを定めて井上貴子が後頭の当たりがっちりと決めました。これで1本1本タイスコア、勝負は3本目に入ります。うずかぜしろいちご味です。熱最近鼻水風邪に効く、はい、渦子供風邪シロップ、風邪によく効きます。ピンポン、おまかせおまかせ、おはようございます。おまかせパックのセオイチ、選べてお得おまかせパック、引越しセンターセオイチ。皆さん、抜け毛がぐーんと減るんです。そう、抜けかゆみ、髪の悩み解決しましょう。今ならアートネイチャーが先進のプログラムで1ヶ月間無料で面倒を見ちゃいます。育毛無料体験実施中、お電話ください。マックワールドエクスポ、歴史の王妃よりも恋の奴隷でいた、お頼むよ王妃マルゴ。 An evening with Elton John and Ray Cooper。 音楽シーンの巨人エルトン・ジョン、21年ぶりの単独来日公演が決定。 Tickets now on sale。 完全に息を吹き返したチャンピオンチーム、どうですかジャガーさん、チャンピオンチーム流れできてきましたか。そうですね、でもなんか切り替えがうまいですね、気持ちのね、負けた1個目取られましたけど、切り替えてますから、ね、かなりショック大きかったはずですが ね、 ね、さあ今運命の3本目のゴングが鳴りました。三宅さん、はい、今井上京子が満員のこの場内の観衆にね、アピールしましてね、はい、最後ナイアガラで決めるぞというような仕草を見せましたんでね、あ、なるほど、もう勝利宣言と見て取りましたが、なるほどね、そのナイアガラドライバーの、あるいは95新バージョンも出てくるのかもしれませんが、おっと、さあなんとか長谷川先へ、青コーナーに帰ってまいりました。さあトヨタドラゴンキック、そしてセカンドロープミサイル、そして
逆サイドからもう1回、2回目の防衛戦を迎えている井上京子、井上貴子、激しい防衛戦になっています。このベルトの歴史を95年も刻んでいくか、井上京子、井上貴子、あるいは新しい歴史、新しいページを作り上げるのか、豊田真奈美と、そして長谷川早紀江であります。目まぐるしい展開、非常にスピードオット、この形からローリングクレードルに入った、ローリングクレードル、クレードル、さあ今年の春も回る回る、長谷川早紀江、やして豊田真奈美、豊田真奈美、今年も回っている回っている。今はちょっと安倍さん変わった感じのローリングクレードルの入り方でしたね。でもいつもと一緒、ここがツイストに入ってから行きますからね。そうですか、さあそしてトップロープに入っていった長谷川早紀江ですが、どうだ、高さがあります長谷川。さあチャンピオンチーム、どちらも落とせないことには変わりありませんが、1本目を取られてからよくぞ立ち直っていきましたチャンピオンチーム。もう1回流れを呼び戻すか、チャレンジャーチーム。ゆっくりと今井上貴子がリング内に入ってまいりました。長谷川早紀江と井上貴子の対戦になりました。足を取ります、昨年度殊勲賞の長谷川、そして昨年度特別賞の井上貴子。60分3本勝負、 3WA 世界タッグ選手権試合決勝の3本目に入っています。1本1本のタイスコア、あさあ今度は後ろから長谷川であります。ここまでね、ジャガーさん、はい、一番最初にこの打倒アジャに名乗りを上げるのは一体この4人の中で今年は誰だろうというふうな話をしてたんですけれども、どうでしょうね、今まで4人の中で一番光ってると思われるのは誰ですか、ここまでのところ。光ってるとそれぞれがあの、うん、旬なんでね、光ってるとは思いますけれど、あのチャンピオンとなりますといろんな総合的にね、あの何拍子も揃ってなきゃいけないんでね、あなるほど、そういった意味では、まあでも、まあ、力では、うん、迷ってますね、じゃあ力が井上京子です、あ京子です、今のところ、あそうですか、でも技では、うん、トヨタ、トヨタ真奈美、あそうですか、ちょっと長谷川まだ青いですけどね、あなるほど、とりあえず 3WN はちょっと青いですね、まだ青いですか、昨年度技能賞に輝いたトヨタ真奈美であります。みんな期待持てますけどね、とりあえずタイミングなんで、いや確かにそうですよ、私も自分が取った時はタイミングが良かったんで、青い時に取ったんでね、だから長谷川が取れないとは限らないですけれど、何歳の頃ですか、田中さん。19ですね。19、じゃあ今から5年前ですね。そうなんですよ失礼しました、厳しいますよそうですか、そんな昔ですかはい、いや19の時からこの世界のベルトを巻けばね、どんどんこの成長の度合いがねまた随分変わってくるかと思いますが、でも旬の時が取り時だっていう気もしますけどね、そういう意味では今この戦っている選手たちは誰がこの、まあ若干ちょっと長谷川青いんじゃないかという話もありましたけれども、しかしながらこの世界のベルトを巻いてもおかしくないような、そうですね、いずれ劣らぬ逸材であるということは間違いないですね。そうですね、あのこうそれにフィットするのは後からですから、とりあえず取ってみて、それから維持するための努力にすればいいですから ね、 なるほどね、そういう意味では長谷川も今巻いても、まあ、全くおかしくないという、気をつけないと、ただすぐ取られるっていう感じですね。なるほどね、まあ、そういう意味ではね、余計切磋琢磨をするね、ことになるかもしれません。そうですね、チャレンジャーとしてはなかなかこのチャレンジする機会がね、チャンスを与えられるまでが大変ですから、それも運ですからね、そういう意味では長谷川は、まあ、これからもあるとは思いますけれども、あまりこれ不甲斐ない試合が続きますとね、そうですね、チャンスが与えられなくなりますから、なんとかこのチャンスを、あーっとなんとかものにしたい長谷川早紀江、さあそしてゆっくりと豊田真奈美が入ってまいりました。
サロープに鶴がセカンドロップ、おっとっとバランスを崩した。さあそして、さあそしてどうするどうするどうする、長谷川崎江が飛んだ。三宅さん、トヨタがなんと記者席のこのテーブルを持ち出してます。おっと逆サイドではなんとテーブルを持ち出している、テーブルを持ち出している。一体トヨタは何を始めたのか。いやこれはセコンド陣からも新しいテーブルがさらに追加されようとしています。一体何を始めようというのか、チャレンジャーチーム。テーブルを下に並べまして、トヨタはその上に階段をどんどん登っていってます。おっと、なんとムーンサルトプレス、なんということでありましょうか。後楽園ホールの北スタンドを使いましてムーンサルトプレスを敢行いたしました。下にはテーブルの下敷きになっている2人、さらに2人が飛ぶ。いやー今メキッという音が後楽園ホールに響き渡りましたが、これはしかしトヨタのラフファイト、確かに確かにトヨタの波が新しい一面を出そうとしています。さあ飛んだムーンサルトプレス、完全に決まった。ブレードライチ、ブレードライチ、カウントが、うわー、カウントは2点が、村山大地のカウントは2点の。さあチャンピオンチームはやうし、チャレンジャーチームチャンスを迎えた。さあ出るか出るかの方と、あっとダメだ、あっソバット、ソバット、ソバット。さあそしてもう1回いく、もう1回いく、ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスが決まった。井上貴子は捕まっているが、あー間に合った、間に合った、間に合った、貴子間に合いました。チャンピオンチーム2回目の防衛戦、偶然の灯火チャンピオンベルト。さあもう1回いく、トヨタがいく、流れ式に持っていくのか、後ろから後ろから後ろから貴子オーラスペシャルに入るのか。あっとそのまま持っている、そのまま持っている、京都が飛んだ、合体技です。チャンピオンチームの合体技、カウントは2つ。さあそしてもう1回トップロープに上がる井上貴子、あーこれ合体攻撃できますか。長谷川崎江が懸命にフォローしているが蹴り出された、捕まった捕まった、内野から内野からドライバーを回転。さあそのままチョークスラムと合体。さあ長谷川崎江は捕まった、決まりか、あー間に合った。長谷川チャレンジャーチームも間に合いました。内野からの合体攻撃もなんとかなんとか切り抜けましたが、さあどうするんだ。今度は長谷川崎が捕まっているが、さあそして今現在試合の権利があるのはトヨタと、そしてこの京子、うわ捕まえた京子、決まった、あっという間、あっという間、最後は最上段から捕まえた京子、伝統結果のカウント3、京子選手の取り出し、3WA 世界タッグ選手権試合2回目の防衛になりました。チャンピオンチーム井上京子、井上貴子。いや阿部さん、最後はうまく捕まえてベンチの結果でしたが、そうですね、流れ式のフランケンスタイナーですね、完全防衛で決まらなかったですけど、落ちた時のね、衝撃が大きかったですね。確かにあの頭で捕まえた時には完璧に捉えていたんですが、途中でちょっと外れちゃったんですね。逆にそれがね、技の衝撃がね、いやでもあれ勢いがあったから、はい、完全にもうあそこから体勢を挽回するのは難しかったですね。そうですね、いやしかしながら見事に捕まえました井上京子でありますが、ジャガーさん、はい、しかしこのね、はい、新春第1弾のこの大会のメインイベント、はい、なかなかいい試合やったじゃないですか。そうですね、本当に開幕戦、本当に自分たち現役の時に大変な思いしてたもんですから、これでなんか今年決まるようなぐらいね、オーバーに考えてましたから。なるほどね、やっぱりこのメインイベンターというのはそのくらいの気持ちがある、はい、そうですね、ましてやこのタイトルマッチでチャンピオンはこのベルトを防衛しなきゃいけない、はい、
そういう中で戦った京子、高子、この2人には大きな拍手を送らなきゃいけないわけです ね、また最高な動きをしてくれましたからね、2回目の防衛を果たした笑顔の京子、そして高子であります。腰に再びこの 3WA 世界タッグ選手権、このベルトが戻ってまいりました。どうですかこの2人、このベルトの似合い具合、ジャガーさんどうでしょう。2回目の防衛を成し遂げましたが、まだまだですか。そうですね、とりあえずちょっとは、あ、何か今、今日はありがとうございました、発言があります。ああ、たくさんでも明るい井上京子であります。なんかこんなにしちゃうと、あの全日本の勝利者インタビューみたいなんですけど、あの前からあの高子と2人で思ってたことがあるんですけど、あのおってあの今99代目 の、 あのチャンピオンなわけなんですよ。で、あのぜひ100代目にあの、ね、なりたいなっていうふうに2人でずっと思ってて、どう考えても100代目になれないんですよ、ね、今99だから、ね、それであのベルトを1回返上しまして、また100代目に挑戦したいと思います。最後にもう一回ですか、もしかしたら100代目にね、またこのベルトが帰ってくるか来ないかちょっと分からなくて、大きな2人の賭けなんですけども、あの大丈夫だよね、あの高子とあの2人でもしあの自分たちに挑戦っていうか、一応 ね、ベルトチャンピオンだから挑戦したいタッグがあればいつでもやりたいと思います。それでまた会社に要望なんですけど、100代目 の、 あの 3WA タッグのトーナメントでもやってちょうだい。はい、いやー、やるもんですね、3WA のこのタッグチャンピオンベルトを一旦返上、そして100代目のチャンピオンをかけてもう一回戦おうという井上京子、井上貴子組であります。ということで驚きました 3WA のチャンピオンベルト、ここでひとまず返上、そして100代目のチャンピオンベルトをかけて再び戦うという、井上京子、井上貴子の決意でありましたが、さあインタビュールームに向かいました、改めてその辺の真意のほど長坂アナウンサーに伝えてもらいたいと思います。はい、それでは興奮冷めやらない両選手にお話を伺いたいと思います。とりあえず2度目の防衛チャンピオンと紹介させていただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。そして返上ということなんですが、まあやることが粋ですね。そうですね、でも100代目っていうのはちょっとね、100代目にほら99代目ってなった時に、いやちょっと悔しいなと思って、100代目なりたいな、よしなろうと思った時に、あれそういえばなれないんだと思ったんで、バカだから分かってなかったんです。もう一回防衛すれば100代目になれると思ってたんですよこの人。そう思ってたんだけど、そう違かったから、だからね、100代目にもう一回2人でね、せっかくだから。でもそうですよ、大変なベルトですよ。あの前の山田さんと豊田さんの時すごい強いわけでもないし、今日もねノリで勝ったっていう感じだから本当にすごい賭けたと思うんですけど、でもそれに賭けてみたいと思ったのはやっぱり何、100代っていう数字、私たち先々長いもんで、はい、だからとりあえず今チャンスを逃しても、またいつかチャンスが巡ってくるだろうと、そういう賭けで。いやでも長い道のりになりそうですよ。はい、でも多分取るよ。ね、悔しいもんね。結構当たりなんで。いやでも100代負け、1本目負けたら誰だって。いやいやいや、ね、3WA の100代目のタッグチャンピオンを目指して頑張ってください。はいはい、頑張ります。おめでとうございました。ありがとうございます。こちらからは以上です。いや新春から本当に素晴らしい試合の連続でありました。阿部さんちょっと疲れましたね、我々も本当お疲れ様でございました。意欲がね、どんどん伝わってくるような試合の連続でした。はい、はい、そしてジャガーさん、はい、今年はね、はい、再びレスラーとしての活躍を期待しておりますんで、はいはい、ぜひ、明日も頑張っていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、さあということで、今年もまた始まりました全日本女子プロレス中継、今年もどうぞよろしくお願いいたします。最後はフィニッシュシーンでお別れでございます。